レボフロキサシンは、乳気の論系の合成抗菌薬。日本の第一産協によって発明され、先発薬名は、クラビト。様々な細菌感染症に適応があり、急性細菌性腹鼻空炎、肺炎、尿路感染症、慢性前立腺炎、ある種の胃腸炎に使用される。また他の合成物質と併用し、結核、髄膜炎、骨盤腹膜炎の治療にも使用される。 東洋ルートは、蛍光、上中、天眼剤で利用可能。1996年にアメリカ合衆国で医療承認された。名前の由来は、英語、クレービトから、クレービト都市、待ち望まれた薬剤であることを表現した。現在は、風筆水薬品モデルリストに収録され、後発薬品も利用可能である。本薬剤に感受性のある、ブドウ球菌。 連鎖球菌、腸炎球菌、臨菌、結核菌、大腸菌などによる感染症。他の薬剤との併用により、自身の効力減弱や増強、または併用している薬剤の効力に変化を及ぼす相互作用が報告されている。オフロキサシンは、甲殻異生体である体、引く体を含むが、レボフロキサシンは、薬効のある引く体のみを含有している。 レボフロキサシンは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に活性がある、薬効範囲の広い抗生物質である。すべての機能論系抗菌薬のように DNA ジャイレースや頬型トポイソメラーゼと呼ばれる2つのタイプの DNA とポイソメラーゼを阻害することにより、働く。ありがとうございます。